Hey guys, welcome to my channel. I'm Daisuke. 今日はね、イクラ丼食べていきます。イクラ丼っていうのは、生のイクラに醤油とみりんと酒をこう入れて、一晩ぐらいかな、寝かした、冷蔵庫で寝かしたのをご飯、温かいご飯の上に乗せて食べるのがイクラ丼。ちなみにイクラこれね、あ、美味しそうでしょ。うん、それじゃあこれを乗っけて食べていきます。これでここにわさびを乗っけて、ちょっと乗っけて、ピッ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 と、これでイクラ丼の完成です。じゃあいただきます。これがね、シンプルだけどね、うまいんだよね。そしてまた緑茶が合うんだよね。うん、はあ、美味しかった。でもね、イクラって結構高いんだよね。 100g 500円ぐらいかな。だからレストランとかで食べると、大体あのさっきの器あるね、あれで2500円とか、高いとこだと3000円ぐらいするかな。でもね、食べる価値ありで美味しいと思う。それじゃあね、バイバーイ。